こんにちは。旅先で見つけた美味しいお店を紹介するチャンネルです。今日はウニが最盛期の北海道の積丹町に来ています。とりあえず一番人気の三崎さんにやってきました。今日は8月上旬の日曜です。時間は9時半ぐらいです。小樽を8時15分に出て今に至る感じです。札幌からだと7時半に出発したイメージでしょうか。以前はボードに名前を書いて車で待っていたのですが、呼んでもいない人が多いので並ぶ方式になりました。しかしこれには私は並びません。他に行くこととします。三崎さんの目の前の漁港です。海がきれいなので漁港の深い海もそこまで見えます。ちょっと怖いかもしれません。とりあえず隣の中村屋さんへ行くことにしました。閉店しているみたいです。なぜでしょう。ウニが取れないからでしょうか。向かいのお店も閉店しています。地元のおっちゃんに聞いたらコロナが出たそうです。かわいそうですね。周囲を散策していたら持ち帰り専門店がありました。場所は積丹の湯入り口前になります。店内に入るとメニューが貼ってありましたが、塩ウニに大変興味があったのですが、すでに今日の分は完売でした。ウニの掃除をするところを見学させていただきました。おかみさん、たまにさ、市場にさ、ちょっと黒いの混じった、あんまり綺麗じゃないウニって売ってるんだけど、あれって輸入物なのかな。一応ね、なんか、シャコタンとかね、いや、そんな大きくはないかな、こういうのかい？これから出たい。そんなやつ、そんなやつ。やっぱりね、その市場所で、色をちょっと、あ、そう、いや、あとね、こんなに綺麗に掃除してないのよ。ああ、布がついてんだよ。うん、そう、そんなやっぱり業者さんもいるの、その会社もあんのかな。そこそこ。出てくるのがあったらね。ああ。また出てくるんだわ。あ、そうなんだ。じゃああまりこういったのは跳ねるから。跳ねるの。そんなにね。あ、なるほどね。いろいろと勉強させていただきました。ありがとうございます。15時半に三崎さんに戻ってきたら空いていました。当然数量限定の赤ウニはないでしょう。おおよその待ち時間は30分程度です。やっぱり赤バフンウニ6500円は売り切れになってました。ウニ丼なら生ウニ丼3350円の一択のようです。ウニ丼が来ました。当たり前ですがウニ丼は
紫ウニのようです。やはりバフンウニが入らないとこれだけ安くなるようです。バフンウニは希少価値で高いですが、紫ウニも味が濃くて十分に美味しいです。2022年8月の感じだと紫ウニの方が美味しいかもしれません。昔市場で聞いたのですが、ウニは本当に難しい食材らしいです。プロでもわからないことが多いと聞きました。美咲さんのご飯も普通のご飯でした。酢飯ではありませんでした。醤油をほんのちょっとつけてみます。醤油もかけすぎるとウニの味がわからなくなりますので注意が必要です。ほんの少しでいいです。ほんの少し。わさびは全く必要ないと思います。木箱に入ったミョウバンたっぷりのウニとは見た目も全く違います。ミョウバンがついているウニはもっと形がしっかりしています。シャコタンのウニや海水ウニは形が崩れ気味です。だから美味しいのです。シャコタンのウニを 1,2 時間放置したら溶けて形がなくなります。それが美味しいウニの証拠です。箱ウニも十分美味しいんですが、せっかくのシャコタンですからいいウニを食べたいです。大人気の美咲さんも夕方になると空いてくるようです。今日も美味しくいただきました。ありがとうございました。今日の天気予報は曇りだったのですが、一日晴れたいい日でした。やっぱり北海道はいいところだと思います。美咲さんは食べ終わったらセルフで食器を下げます。ごちそうさまを言って帰りたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルが気に入っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。大変励みになります。